のスポハラ対談企画ということで、まずお二人になぜ柔道を始めたんですかっていうきっかけ聞いていきたいと思います。私は中学校の時に当時地元でやわらちゃんって言われてた強い柔道の選手がいて、その人に一緒に柔道やる、全然柔道なんかしたことなくて、だからもうまさか道着着てこんな投げようなんてこと想像もしてなかった。だけどもそういう不安な気持ちをこう何て言うんだろう、こう飛び越すぐらいのその興奮で始めますみたいな感じでちょっと始めたっていうのがきっかけです。中学校から始めたってことだね。そう、中学から白帯で始めて最高成績は県大会3。私は強くなりたいとか負けず嫌いな少女だったので格闘技をやりたいって探した時にたまたま行ったところが極真空手、これをやりたいってお母さんに伝えたらちょっとキックとかあるのはやめてほしいなみたいなことでそれはちょっと諦めて他の格闘技をいろいろ住んで武道とかいろんなの見に行ったけど、その極真空手を超えるものがなくて、で最後に家の近くの警察署で柔道をやってるっていうので見に行った時に小さい人が大きい人を投げてるっていうのを見てかっこいいなって思って柔道を始めました。じゃあもう最初から戦うことっていうものがすごく好きだった。好きでしたね。そこからそしたら二人は柔道を始めたのが中学校1年生、で小学校の3年生で、そこからこう徐々にこうのめり込んでいくというか、本格的に柔道を始めたっていうのはいくつぐらいでした？高校があって、そこから、その先生に声かけてもらっていよいよその競技に特化した柔道にキャリアがスタートしたのはやっぱ高校生からかなっていう感じで、進学のタイミングで町道場の先生にこっちの近くの中学に来て柔道頑張らないか、頑張ったら強くなるぞって言われたのだけで、やっぱ単純なので強くなるって言われるとあ強くなるならそっちの中学かなっていうことでそっちの中学を選んで、そこから毎日柔道する。なんか本当にこうやって3人が揃ってみると割とこう始まりもバラバラでやってきたこう道のりっていうか、それも全く違ってすごい面白いなっていうふうに思うんですけど、一つ言えることはすごく好きで始めてるっていうのが共通するところかななんて思います。友さんも本格的にやったのは遅かった？そう、私が始めたのはもう小学校の3年生から始めたけども、当時は陸上やったり水泳やったりいろんなことをして、で最終的にやっぱり戦うことがすごく好きで、で柔道を選んで最後は柔道をやるっていうのだったので、すごく今の選手、日本の代表選手たちこうアンケートを取ったりすると、柔道を始めたのはいくつですかっていう平均年齢が男子の選手で5歳で、女子の選手で6歳っていうのが日本の今の、若いトップの選手たちなんですけど、私たちはそれよりもだいぶ遅くいろんなことを経験して柔道に出会ったのかなっていう、なんかそういった違いも、さあそんな私たちが出会いますね。私たちが2004年でアテネオリンピックに出場し、その時当時中学生だった中村選手はね成長して2006年2年後の、日本代表世界団体の 大会で初めてこうチームに、ね、なったっていうのが2006年、さあ高校生だったね。そんな時の思い出って何かあります？覚えてる？私の話してもいい？私これすごく思い出残ってて、私多分その時キャプテンだった、キャプテンだった、だったのかも。多分すごく責任を感じていて、そのチームをまとめなきゃ、なぜなら当時ね、ずっと日本代表として支えてきた大先輩たちが一旦その大会には出ずに、私たち新しい若いメンバーでこの日本代表のチームを組んだ時だったんだよね。だからなんとかチームをしなきゃっていうので、私は自分が勝たなきゃいけないってその時思った時に、高校2年生か16歳の中村選手が試合の時にみんなで並んでこうレースするんですよね。でその時にさーって来て私に思い切り戦ってください、私が勝ちますからっていう風に背中をポンってやって、そう、私それがすっごく思い出深くて、私が行ったんですか？そう、私が行ったんですよ。覚えてない、上から見せる、そんなことない、伸び伸びしてたね、若い子たちがね、
なんかそれまでの柔道界ってやっぱりそういったこれまで上下関係もすごく厳しかったし、すごく強い先輩が引っ張っていくって、背中を見て私たちはついていくっていう気持ちだったけど、そういったこう後輩にかけられた一言によって、なんかこう私はすごくほっとしたというか、すごくこうチームとしてこう新しい時代というか、なんかすごく嬉しかったなって思ったので、私の中のはすごい一番。じゃあそんな私たちがそういった大会を経て絆を深めながら、はい、全日本としてで、挑んだのが2008年の北京オリンピック、どうでした？日本の柔道選手が代表選ばれた時に、絶対金メダルっていうふうに思いながら選手たちってすごく戦うっていう、なんかそういうふうなものに対しての考え方っていうか、3回戦ってきて何かありますか？他の競技の知り合いとかからは、柔道って絶対金メダル決めないといけないっていう雰囲気で大変だよねみたいなことを言われること多いんですけど、でも周りが思ってるだけじゃなくて、自分もそこを目指して、ね、絶対金メダル取るんだって気持ちが強いので、周りから言われることに対してはあまり何も感じてはいない。覚悟ができて、金メダルを取るための覚悟ができて、それで挑む。3人の思いがすごくて、私決勝戦で肘怪我しちゃって、その前にも足首怪我しちゃって、もう満身創痍で選手村に帰って手が上がらなくて、でどうしようシャワー浴びれないって言った時に2人がさ助けてくれて、選手村って本当関係者でも本当にこうメンバーを絞られてメンバーしか入れないから、全然所属も違うし、ね、普段はバラバラでやってるのにこう関係なくこうお願いができて助けてもらって、まあ、寝床に着くっていう、そのなんかワンセットでやっぱオリンピックだなっていうふうに思って。割とこれアスリートに聞くと、メダル取ったことよりもそれに付随してあったこう出来事だったり、なんかそこで起きた感情だったりっていうものをすごくこう人生の中の宝物にしてるっていう人たちは多いなっていうことをすごく感じていて、でも北京の時はさすごい腰痛で大変だったり、歩けなくなるかもしれないとかっていう中でやってたよね。それでもね、やっぱり日の丸を背負うとね、そうは言ってられないからね。オリンピックに出場する人たちってどれくらい練習してんだろうっていうところで、なんかこうどれだけどんな合宿とかではやっぱ朝からすごい走って、午前2時間とかやって、午後も3時間ぐらい、普通にその時間だけ行ったらそれくらいかって思う人もいるかもしれないんですけど、言葉に説明できない本当にきつかったっていうのは、でもやっぱそれは自分が強くなるためにやってることなので、自分の目標に向かってやってることなので、まあ、耐えれたんですし、自分の目標だから歯を食いしばって頑張れたなっていうのも、思い返すとね、きつかったよね。きつかったね。自分のためじゃなかったらできなかったよね。私メダル取った時に一番最初に思ったのは、天秤にかけた時にこの金メダルと自分の今までやってきたことってどうなんだろうと思ったら、やっぱり金メダルが全然軽いなっていう風なのを感じて、でその後やっぱりその引退してから行っていく中で、そのメダルの価値っていうものがそこに付随して、子供たちが私たちも目指しますって言ってくれたり、おじいちゃんおばあちゃんが喜んでくれたりっていう部分でガーッと上がっていったけれども、練習量だけ見てみたらね、もう全然期待にはならないぐらいきつかった ね。代表いいんじゃないかなって、もう何度自分に問いかけたことかって、もうこの赤帯を僕置いて楽になりたいって、もう置いたら代表がね、じゃあなくなっちゃうっていうところ、この自問自答だよね。一番最初の話に戻っていくと、まあ、私たちは割とこう自分たちが選んで柔道をした、でなんかこう柔道が好きでいや続けていったっていうのがなんかこう共通する部分なのかなっていうふうに思うんですけど、で実際にじゃあオリンピックどうなのってなった時に、やっぱり好きじゃなきゃできない、自分のためじゃなきゃもうこんなことはできないっていう思う中で、やっぱり中にはそうじゃない子たちもいて、で少しちょっとこう本題に入っていくと、やっぱり柔道は割と先生に厳しく言われて強くなる子たちも中にはいるってなった時、考えた時に、なんかこう今回のスポハラの、まあ、元々のこの発端となった柔道界の取り動きっていうものが一つスポーツ界を変えたのかなっていうのがあるんですけど、こうスポーツ界に発信した柔道界の動きっていう部分で、
なんかこう思うことをまたこう柔道界がこういう風に変わったよね、スポーツ界が変わったよねっていうこととかなんかあります？柔道界からその動きが変わったっていうのがだから2013年の件だもんね。そうだね、当時 の、 その代表選手の子たちがまあ声を上げたっていうところがまあ10年前に起こったってところがおそらくそのスポーツ界でかなり大きな分岐点っていうか出来事だったと思ってて、でなんかいろいろこう振り返ったんだけど、ノーを言えたっていうことはやっぱりとても大きいのかなって思ってて、ある程度のやっぱりその教養だったりそういうことをこうしっかりこう発信できる力がないとなかなかそういうことをこう切り出せないっていうそういう反面もあるんじゃないかなっていうふうに感じてて、なんかそのじゃあその何のためにこのこういうふうな行動を起こしたのかなってことをこう想像すると、柔道でいうね、そのなんかしては共栄の精神じゃないけどやっぱ利他的な自分だけじゃなくてその将来を憂いてこれじゃいけないんじゃないかっていうふうにこう思って、ちゃんとそのこの行動が根付いていくためには、まあ、さっきも話があったなんか無理くりこう本当は自分の意思に反してるのになんかやんなきゃいけない環境に対してアスリート自身がやっぱりノーって言っていける環境っていうのはとても大事なんじゃないかなっていうふうに思う感じなんだけどね。今回のノーズコハラ活動をこうやあの取り組んでいく中でノーっていうところにこう触れた視点って今までなくて、そこだよなっていうふうに思ったんですね。そのノーって言えるっていうことはやっぱりそこに自分自身のすごく心があって、言える環境があって言える仲間がいてってすごく思っていて、どんなスポーツ界だったらこう安心安全というか選手たちが自分らしく取り組めるのかな。スポーツとかっていう現実指導者と、うん、選手の立場が上位に なりがちだとは思うんですけど、指導者側はちょっとこう目線を下ろしてあげて、選手がいつでも相談できたり、ちょっとまあそのノーということを言いやすい環境を作ってあげるのがすごく大事なのかなって思うんですけど、そういうふうにするためにも選手はいろいろとただの自分のわがままとか文句を言ってノーとか言うのではなくて、ちゃんと自分のためにちゃんと考えを持って指導者に対して、いやこうだと思います、そういう考え方を身につけて、まあ、選手も自分が上がっていくし、指導者を少し下げてあげるっていう環境が、どちらもがこう同じ位置に行けるようにしていけば、あんまりこういうパワハラとか、スポーツハラスメントっていうのは起きにくくなっていくのかなっていうふうに思います。思いやりっていう、もうまさにこの柔道の精神っていうんですかね。なんか相手がいて自分がいてっていう、私たちが一番最初に例に始まる例に終わるで思いやる、そういったものがやっぱりスポーツ界のもともと原点にあるんじゃないかっていう、うん、私たちもあんだけきつい代表合宿を結局乗り越えてきたって、結局なんか自分で選択して選んでやってるからやっぱりそこに後悔はないし、悩みはするけど迷ってないっていうか、まあ、覚悟してるからっていうので、それってやっぱり決断してるからこうなできたことであって、やっぱりそこがなんて言うんだろう、その本当にこう突き詰めていくと一番こうそのスポーツで養える力なのかなというふうにも思って、指導者と選手が対等にやっぱりその関係性を築いていくためには、選手側も指導者側もやっぱり自分でやっぱちゃんと決断して自分が決めたことをちゃんとその話し合える場っていうのを作っていくってことが、なんか信頼関係につながるのかなと思ってて、なんか大事になってくるのかなっていうふうには、まあ、私も今指導者の立場にいてすごくこう感じているところではあるかな。私たちもね、アスリートでこう常にこう主役でやってきた時は、指導者のコーチの先生も当時のチーム監督もトレーナーさんもね、こう練習相手してくれてるこう受けの子とかもみんなこう支えてくれて、いやこうサポートしてくれた中で成り立ってたから、やっぱり指導者とかっていうのは、ね、この上とか下とかじゃなくて、やっぱりこう選手とか、まあ、そこにいる学生だったり小中学生とかを取り巻くそのあくまでもこうサポーターなんだっていうなんか認識が一番大事なことなんじゃないかなっていうふうには思ったりしちゃうんだけどね、やっぱりこうリスペクトを感じたよね、コーチの先生たちからね、こうすごいこう多分自分だけじゃないきついのっていうのはすごく感じてたので、その中でその担当だったコーチとかもそうなんですけど、やっぱその周りにいる人の層がすごい厚くて、その支えによって自分で戦えてるんだなっていうのを気づかせてもらえるのが多いなっていう
オリンピック以外の試合も全部多分そういうサポートしてくれる人が多いんですけど、オリンピックになるとその層がより大きくなって、すごい力のおかげで栄えてるっていうのをすごい感じられたので、すごいいい経験させてもらったなって思います。選手として今度は指導者としてこの未来を見据えた時に安心安全な環境、子どもたちをこうそういったところから守る、さらにこう未来が広がっていくのかなっていったところではどうですか？なんかやっぱ小学生とか選択するっていう話が何度も出たと思うんですけど、やっぱり自分で選択できる環境っていうのがすごく大事で、自分で決めたからこそ頑張るとか、でもじゃあ人に決められた人は多分頑張りきれないと思うので、まあ、そういう保護者だったら子どもの選択肢を親が決めるんじゃなくて選択肢をたくさん与えてあげるっていうのが親御さんたちの役割なのかなって思ったり、じゃ指導者は何なんだろうなと思ったら指導者も選択肢を与えつつその選手のためにどういった方法でやったらこう、まあ、競技として伸びていくのかなとか、その方法が絶対に勝つための方法ではなくてその選手の成長を促するような指導にいったらいいのかなっていうふうには思ってます。そうすればやっぱ柔道もそうなんですけど、スポーツを嫌いにならずにまずは自分で決めたことに一生懸命やる、その中で挫折した時には指導者とか手を差し伸べてくれて、それを一緒に乗り越える手伝いをしてくれて、でそういうのを何度も繰り返していくうちにスポーツも好きになるし心も強くなるし、そういうことをしてもらったら自分が今度は指導者になった時にそれをしてあげようっていういい循環が生まれるのかなっていうふうに思います。今2013年以降私たちは引退をして指導者になったね、はい、この辺りの目線でもぜひ今後なんかそのナショナルチームのコーチをやってた時はやっぱり自分がそのコーチの先生方にしてもらったことっていうのが本当自分の基盤にあって、だからもう選手をとにかくリスペクトから入って、でやっぱり何て言うんだろう なんか自分ができることは本当限られてるから、じゃ何ができるかっていうので結構逆算してちょっとこう何て言うんだろうな、切磋してもらったかなっていうふうに思ってて、 今はその大学生の学生たちにこう一緒に携わってるんだけども、その子たちでもやっぱり自分で選択できる力をつけてほしいっていうのが自分の指導コンセプトにはあって、それがまあ彼女たちがこう社会に行った時の何、まあ、て言うの先行体験になるといいなと、このスポーツを通して4年間頑張るっていうのが全てその社会出た時にこう助けてくれる何かの力を養ってほしいっていう思いで今ちょっと結構ざっくりと指導をしてるっていうナショナルチームの時はピューって感じだったけど、今はもうざっくりやってるっていう中で若いあの力をこうこちらもこう吸収しながら、まあ、本当毎日大変だけども楽しい部分があって、まあ、それは現役の時と変わらないかなと、その楽しさを、ちょっとの楽しさを魅力されて、まあ、今ちょっと頑張ってますって感じそのスポーツハラスメントっていうところでやっぱり2013年 その、まあ、あの大きなそのスポーツ界でのこういう動きがあったっていうところを、まあ、すごくやっぱり大事だなと思ってて、それがやっぱりその10年経った今でもあのこうして残ってるっていうことがやっぱりもっとその現場に浸透するといいなと思ってて、やっぱりその、まあ、いろんなこの小さなミクロ そのなんか世界でもそういうふうにこう脳の声を上げれるような形になっていくことが次のこのまあレガシーじゃないですけど、この2013年の動きっていうのがこう浸透していく、そういう形になっていくんじゃないかなと思って、なんかあの大きなところがようやくクリアした、じゃあそのさらに下の部分っていうそこに浸透していけるとすごくまたこう発展するんじゃないかなっていうふうに思います。指導者も本当に今苦しんでる時代だと思うんですね。価値観が多様化してるし曖昧な部分っていうのもあるのかなと思って、だからそこをやっぱり論と言えるラインがこうもっとこうなんていうんですかね、こう当たり前の価値観として多様性の時代に難しいことなのかもしれないけれど、価値観として根付いてやっぱりそのやっていくことが大事なのかなと思っていて、やっぱりその情報をしっかりこう指導者もあのアスリート側もやっぱりしっかりこうキャッチする、そのキャッチをする習慣が必要なのかなと、そのためにはこういう活動でどんどん発信していく、情報がどうしてもないとキャッチできないから、身近になっていくためにこう
どんどんいろんなこうスポーツ団体が中心になってこう発信していくっていうことがとてもなんかこうなんていうんですかねこういいんじゃないかなというふうに、はい、思います。それが今求められていることなんじゃないかなというふうに思っています。うん、こういうハラスメントが起きてしまうのは自分だけとかこう一方的な思いっていうのがすごく強いのかなと思って、まあ、自分も相手を尊重しつつ自分の考えを持っている、それに対して相手側も自分の考えを述べてそれでこう議論じゃないですけど話し合っていい答えを出すというのがお互いに成長していくということになると思うので一方的っていうのがよくないと思うのでお互いに信頼し合ってお互いの成長のために言葉を対話をするっていうのがすごく大事になるのかなと思います。やっぱりこのなんか SNS とかそういう時代でなかなか人とのこう触れ合ったりこうコミュニケーションっていうのがまた違う時代になってきてるなっていうことも十分分かりつつとはいってもやっぱ実際にこう肌感覚でこう接したりとかそのまあさっきの対話を通してじゃないですけどそういう中で生まれるコミュニケーションっていうのがやっぱり尊いと思うんですね。だからそれをやっぱりその養っていくっていうか養ってきながらやっぱりそのこう時にこう感動したり時にやっぱり負けることでこう敗北感を味わったりっていうその楽しみがすごくそのスポーツって凝縮されてるなと思ってて、だからそういったことをやっぱり守っていくためにもやっぱりこうね関わる人間がそれぞれがやっぱりこう、まあ、リテラシーだったりこういろんなこう教養を高めていってここの価値観というか価値をこう守っていくことがなんか大事なんじゃないかなっていうふうに思います。とにかく強くなるためだけにやってきたけれどもそこの周りにそれ以外のところに目を向けたら誰がいたのか何があったのかっていろんなことを考えるとやっぱり一人じゃできなかった、やっぱりいろんな人に支えられていたまあ、いろんな環境が整っていた整えてくれてた人たちがいたって考えるとやっぱりそういったところに目を向けていく対話をしていく一つはやっぱり自分自身が人として成長していくっていうことが全て、そのスポーツ界に反映していくのかなっていうことを考えるとスポーツっていうものを通したスポーツというものがやはり教育であるっていうことやっぱり人を育てるっていうことがに尽きるのかなっていうことも感じました。大柄っていうものを今後なくしていくためにやっぱり、私たちが成長していく一生柔道家だけれどもやっぱりいつまでも修行の身だという、まあ、そういう気持ちでやっぱり成長していきたいなって思いますね。ありがとうございます。今日はありがとうございました。私たちは言います。ノースポハラ。